奥に小田さんです。桜で有名な平野神社にやってきています。なんか今日はね、この近くによう分からんお店見つけたんです。なんか何の店やら思ってネットで調べてもなんかいまいちよう分からんかったんで、気になって撮影来ました。飲食店だという情報は掴んでるんですけど、それ以外の情報がよう分からんので、僕もまあとりあえずお店行ってからどんな感じか確認してきます。平野神社を出て前の信号を渡ればすぐお店があるみたいですけど、見えてきました。日替わり定食。わからん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 喫煙所。定食？喫茶？居酒屋？わからん。わからないみたいですね。日替わり定食。ささみ大葉カツとおろしハンバーグ。ご飯代、コーラ無料。サービスのコーラで重しをしてる。消費税0円。真夏にサンタクロース、ようわからん。入っていきます。もこれ皆さんにお出ししてるサービスのコーラなんで。ありがとうございます、はい、サービスのコーラ嬉しい。うまっ。じゃあ分からんメニュー見ていきます。定食がこんな感じです。ジャンボチキンカツ、ハンバーグとか、サバ煮込み定食、焼肉定食、いろいろあります。すべてのメニューにご飯、味噌汁、おかず一品、サラダ、漬物がついています。うどん、牛すじ煮込みうどん、カレー鍋うどん、丼雑炊。わからんの一押しメニューが牛すじ煮込みうどんとおろしジャンボチキンカツ定食。季節のメニュー、ザルそば。単品メニューもあります。コーラ100円。なんでコーラだけ安いんやろ。カルピスソーダじゃなくてカルピスコーラ。コーラ100円やのにカルピスコーラ400円。急に値上がりするやん。コンパ宴会予約受付中。立命館大学が近くにあるんで、多分その学生に向けたアピールやと思います。店名にもなってる日替わり定食頼みます。日替わりもらっていいですか。はい。なんて書いてあんの。お食事のお供にどうですか。生中。生意気な中学生ではない。中杯。注意されたらはいという勇気が必要。コーラ。亀のコーラではありません。すごいな。ボケ倒すな。通ってた人とかゆかりのある人のポスターとかチラシがめっちゃ貼ってある。え、そうなんや。わからんでバイトしはったんや。ここの角のところ、絶妙な作り。人が通れるスペースはこう確保しつつ、このテーブルの部分を伸ばすっていう、考え抜かれた設計。はい、ありがとうございます。どうも。じゃじゃーん。日替わり定食届きました。ご飯、お味噌汁、
これがメインです。ハンバーグ無料なんですけど、あ、並盛りでよかったです。あ、ほんなら大盛りしてもらおうか。申し訳ないです、はい、すいません、ありがとうございます。すいません、うわ、でかなった。でっか、伝わるかな。めちゃめちゃ量多なってる。お味噌汁からいただきましょう。お豆腐と、これは風かと、お揚げさん、わかめも入ってる、もやしも入ってた、なんかいろんなの入ってる。つ灼熱やん、これ。こわ、熱い熱い。熱すぎて悪いことは全然ない、むしろ嬉しい。バリ旬でる、こんな言葉があるんか知らんけど、趣味まくってる。ハンバーグいきますか。肉汁ぶわっていうタイプではないですね。ハンバーグというかつくねって感じ。ご飯のコンディションチェック。頼む。コンディション自体はこれ全く問題ないです。ただちょっと若干柔らかいかな、分からん。カツ、甘めのソースで、すっごい軽い、衣も肉もファッて感じ。これさ、今まで何回も食べてきたけど、毎回噛むたびになんか思ってるよりジュワッて出てくるから焦んねん。何回経験しててもうわってなる。立命館の大学生ですか。あ、そうです。よう来はるんですか、ここ。何がおすすめですか。それなんですか。あ、それが一番ええ感じなんですね。わからんがあってローソンの道を、ローソンちょっと行ってみましょうか。あ、ここか。わからんって書いてある。来るとき気づいてなかったんですけど、真横ハイライト食堂やん。わからんの隣、まさかのハイライト。この店舗行ったことないな。すごい日焼けしてる。ここのジャンボチキンカツも美味しいんですよね。席つくやいなやコーラ出てきたんは結構衝撃的だった。キュー、その家庭によっちゃ食事時にジュースあかんとか、コーラなんて持ってのほかやみたいなこともありそうですけど、もう僕はもう最高でしたね、あの最初に出てくるコーラが。
俺高2の時に1個上の高3の先輩の家泊まりに行ったことがあって、でその先輩の家がお父さんお母さん2人とも教師してんねん、学校の先生してるから結構真面目な家柄やってんけど、そこで晩飯の時間になってその先輩が普通にちゃんこ鍋やってん、夜ご飯なっちゃんを飲み出して、え、この家の感じで夜ご飯になっちゃん飲んでいいんやっていうのがちょっと衝撃的だった、思い出したいろいろ家庭によってありますよね。俺幼稚園ぐらいの時はなんかご飯の時あかんとか言われたけど、結局なんか俺の家はそんなルールガチガチじゃなかったな。こっから徒歩1キロぐらい先かな、金閣寺もあったりする場所なんで、何か機会あれば分からん、一回気になった方行ってみてください。ほな今日はこの辺りで帰ります。バイバーイ。